Oh, did you hear that? Once again, Yano begging me to quit. Please, Chase. Please, I give up. I quit. Yano, for what? A year? Year and a half? You held this trophy? You pulled all your bullshit shenanigans? You had blindfolds? You take people to the freaking guardrails? That is over! Yano, you will never... Come here, get a good close. Never get your baby back. This now belongs to me, just like this belongs to me, because I am New Japan's Iron Man. Too sweet. またこっから這い上がるから。何度でも何度でも登ってるよ。寂しい、寂しい、寂しい。手元に何もなくて寂しい。あの子はいなくて寂しい。曲は川端さんの曲だったけど来ない。誰も来てくれない。誰も来てくれない。俺の手元には何もない。だったら自分で取り返す。自分で取り返す。マイベイビーを取り返す。リマッチだ、組め。おっと、お、お、コブが、コブが、ジェフコブだ。なんと、ジェフコブが姿を見せました。いやいや、アメリカに帰ったはずだ。そうですよね。東京ドームの翌日に帰国すると語っていたジェフコブですが、なんとここで姿を見せて岡田を担いだまま、危ないぞ。ああ、鉄柱、背中を打ちつける。これは一体どういうことだ。リング内に寝る。さあ、これは東京ドームでやはりこれは一瞬の丸め込みで敗れ去ったジェフコブ、あの敗北を納得していないということでしょうか。レイメーカーか。あー、ツアーオブジーアイランド。これは岡本さん、あの負けを納得していない、認めてないということですか。まあ、東京ドーム大会でね、岡田選手に敗れて、当然まだ終わってないぞと。まだヤングボーイって言ってますよ。岡田はもうコブとは一区切りだと宣言しましたが、ライガーさん、これ当然終わらせられませんよね。いや、そうですね。ただの丸め込みなるは何だろうが、あの岡田選手勝ってましたからね。そうですよね。で、帰るのをただあの伸ばしてこういう風な乱入という形を取った、もう背水の陣と言ってもいいぐらいの覚悟はできてると思います。あ、いや、レインメーカーポーズ。そうです、いやらしいですね。しかもレインメーカー式のツアーオブジアイランド、そしてレインメーカーポーズ。ジェフコブ選手もかなりのものを持ってると思うんですよ、気持ちですね。その気持ちをどう出してくるか、ぶつけてくるか、怖いですね。これは実力行使に出ました。そうですね、これで終わりだと思うだよというコメントは、はい、確かに東京ドームで出していたんですけど、ただアメリカに帰ると言っていたので、まさか今日でまだ日本に残っていて岡田選手を襲うっていうのはかなり予想外でしたね。そうですよね、翌日帰国するとはっきり言ってました、はい、なのでアクションを起こすのであれば再び来日した後なのかと思っていたんですが、はい、まさかのまさかでしたね。ただコメントそういうふうに残したのは三味線だったのかもしれませんね。そうですね、そういうことですよね。そういう作戦だったのかもしれないです。これは完全に岡田も、まあ、裏をかかれてしまいました。そうですね、今日疲れた感じなのか、いや、屈辱的ですけれども、いや、我々はもちろん岡田本人も予想してなかったでしょう。完全にノックアウトされた状態、今肩を借りて引き上げていきました。Oh, ごめんなさい。ごめんなさい。I got my flights mixed up. I thought I was leaving today, but I'm actually leaving 明日。And Okada, I told you, it's not over between us. No, 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 no. It's over when I say it's over. Young boys don't dictate when things are over.I do. Now, young boy, roll out the ring, pick yourself up, and think hard if you want revenge on what happened today, because I am going back to the USA. And when you want to have another match with me, one more, one-on-one, talk to New Japan management, because I already sent
a strongly worded email about the young boys and how they do their things here. So Kata, if you want to walk down the aisle one more time with me, you name the time, the place, the city, the arena, the prefecture, and give me a date so I can get, so New Japan can get me a ticket back to Japan so I can kick your ass one more time. One more time.